今日はお金を貯めるべきなのか使うべきなのか、その本当に悩ましい問題について、今日はちょっと喋ってみたいと思います。で、私自身30歳の時に貯金がゼロで完全にお金がなくなるっていう、経験もしたんですよね。それまでお金を使いすぎて、で30歳を過ぎてから、資産形成の方にちょっと動き始めたっていう経験がありますので、そういった経験も踏まえてお話しできればいいかなと思います。あとはアメリカの、研究とか、そういったお金と幸福度に関する研究などもありますので、そのあたりの事例も紹介してちょっと見たいと思っています。で、お金っていうのが、まずは貯めるっていうことと使うっていうこと。で、使うっていうことの中でも、物を買うのか、経験に変えるのか、そういったいろんな使い方があるっていうことなんですよね。で、お金を使うっていうことに関して、物か経験に変えるのかっていう議論っていうのもあるんですけども、ちょっと面白い研究があって、アメリカのコーネル大学で、トーマス・ギロビッチ教授っていう、教授がいるんですけど、その方の研究なんですけども、経験としてお金を使った人と、物を買ってお金を使った人っていうところの、買った直後の幸福度と、しばらく経った後の幸福度っていうのを調べてみたところ、買った直後っていうのは、経験っていうのはお金すぐに消えるんですけど、で、物っていうのは、ずっとね、価値が残るっていうところで、一見物の方が幸福度が高そうだなって思うんですけども、実はその後の幸福度を見てみると、経験っていうのは、その幸福度がずっと残ってるっていうんですよね。で、一方で、物っていうのは、時間が経つと、その幸福度っていうのが消えていくというところから、逆転するんですよね。買った時の幸福度としばらく経った後の幸福度っていうのが逆転すると。で、これ消費のパラドックスっていう言葉も、ついてるんですけども、物っていうのは手に入れるとどんどん価値がなくなっていくっていうことが言えるんですね。で、そういう意味で言うと、やっぱり人生をより幸福にしていくっていう意味では、物を増やすよりも経験を積んだ方が、より良いという一つ結論は言えるかなというふうには思います。で、もう一つ、お金を使うのか、貯めるのかっていうところで、経験がいいとはいえ、いつまでも使い続けてお金がカツカツですっていうのもちょっとまたおかしいですよね。で、そういった時に、いつまでお金を使って、いつからお金貯めればいいのかとか、ある程度そこで区切り目はありそうですよね。で、そういったことに関することをちょっと言ってる方が、バージニア大学のメグ・ジェイという方がいるんですけども、この方、人生は20代で決まるっていう、書籍を出したりとか、あとは TED で講演したりとかしてるんですけども、要するにその経験とかっていうところが、20代で得られるものの価値が大きいと。で、その後の人生を決定づけるので、20代のうちにはできるだけいろんなことを経験した方がいいですよっていうことを言ってるんですね。で、これは私自身も非常に賛成で、やっぱり当時20歳の私、20代の頃に体験したことっていうのはすごくやっぱり今でも記憶に残っていていい印象が残っている。で、それってやっぱり失敗したことであっても、後から見ればやっぱ笑い話になったりとかしているので、で、買ったものってやっぱね、買ったことを後悔するんですけど、経験ってやったことを後悔することってほとんどないんですよね。なので、できるだけやっていった方がいいということです。で、これ20代っていうのが一つ私としてもキーワードとして一ついいかなと思うのが、20代のうちっていうのは、いろいろものを知るべきなので、どんどん経験した方がいいと。で、どうしてものを知るべきなのかっていうところで、一つ言うと、例えば今世の中で好きなことに熱中しましょうとか、例えばなんですかね、趣味があった方がやっぱ人生楽しめるよって言った時に、じゃあどうやってそれを見つけるのかっていうことなんですけども、やっぱりそもそもそれを見つけるためにいろんなことを体験していくっていうのが一つ重要だと。で、前田祐二さんの本で、タコバサ理論っていう本、エピソードが紹介されてたんですけど、確かそれ見ると、タコバサが好きっていう人っていうのは、タコバサを食べたことがないと絶対に好きとは言わないと。なので、例えば3歳児とかがタコバサが好きっていうことはありえないっていうんですよね。要するにこれ何が言いたいかっていうと、一回経験したことじゃないと好きっていうことがまず思い浮かばないんですよね。なので、それをできるだけ若いうちにいっぱい好きっていう何なのか経験しておくことで、その後の好奇心とか好きっていうものにつなげていくっていう方が、いいですよっていうような話なんですよね。なので、20代っていうのはできるだけそうやって経験にお金を使っていって、資産形成、そこまで頑張らなくてもいいのかなっていうのが、一つ、私としては言いたいなっていうふうには思います。で、30歳を過ぎたあたりから資産形成、徐々に頑張っていって、で、定年まで安心してできるような資産が築ければ、とりあえずはいいのかなっていうのは、思います。じゃあ、とはいえ、資産形成、特に株式投資なんですけども、できるだけ長期間やった方が、やっぱりなんですかね、リスクが減るというか、より勝ちやすくなるんですよね、株式投資って。そういう意味で言うと、やっぱ30歳、20歳から始めた人、その差で始めた人って10年差があるんですけど、やっぱり20代から始めた人の方が強いんですよね。で、で、そういう意味で言うとやっぱり貯金もどっかでやっぱしときたいっていう気持ちもあると。でここはその価値観でそれぞれ分かれるんですけど、まあ、より資産形成ちょっと意識しておきたいっていう人であれば、まあ、20代のうちから、まあ、せめて積み立て NISA だけでもやっておくとか、あとは会社もし企業に財形貯蓄とかあるんだったら財形貯蓄だけでも始めておく、まあ、そういったようなことをすることで、まあ、時間的なこう投資の効果っていうのも得つつ、まあ、経験にしっかりお金を使っていくっていうのもありかなと思います。で考え方によっては20代のうちはもう貯金ゼロでもう本当にこう経験にフルコミットしていくっていうのも一つ人生の幸福度を高めるやり方としてはありかなというふうに思います。で人によっては、経験にお金を使うとかっていう部分でいうと、まあ、ホリエモン結構有名で、ホリエモンはやっぱりそのお金を貯めるっていうのは間違えてると。で使えば使うほどお金が集まるんだからっていうふうに言ってるんですよね。でそれどうしてかっていうとやっぱその自己投資だったりとか、まあ、人のつながりだったり経験だったりっていうところが、まあ、よりこうお金につながっていくっていうサイクルをうまく生み出せてるのがまあホリエモンだと思うんですよね。でそういうサイクルが作れれば実はお金作っていった方が結果的にお金が増えるっていうパターンもあると思うんですよね。ただなかなかやっぱり多くの人ってそういうふうにうまく使うことができないと思うので、まあ、そういう方にすればやっぱりこう使うと貯めるっていうところをバランス持って、まあ、人生のライフサイクルを見ながら選んでいければいいのかなっていうのが、まあ、一つ言えるかなと思いますので、まあこれお金を使うか貯めるかちょっと考えている方ちょっと参考にしてみていただければいいかなというふうに思います。